はい、はい、はい、はい。環境活動家、グレタ・トゥーンベリさん、え、ガクブルの事件が起きましたね。あーあー、グレタさん、あれですね、今ね、あの、警察に逮捕されてるらしいから、この事件知らないのかな、うん、すいません、もうこのね、テンションではですね、もう伝えることができない、ドエライ事件が起きましたね、はい。え、ネットではですね、もう大拡散されてるみたいなんで、皆さんご存知だと思うんですけれども、どうも日本のマスコミはですね、これね、この情報がどういう方向に拡散されてしまうのかわからないということで、怖いんでしょうね。ほとんどニュースになっていないので、そしてですね、この一般市民が、一般市民が環境活動家を射殺するというですね、この事件ね、え、これ、何 中の景気にななり得るとはい、ということでですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、えパナマでですねえ、とんでもない事件が起きましたよね。えこれね、パナマでですね、え環境活動家え、環境活動家の方がですね、またいつものようにですね、こうやって居座っていたわけでございますよ。こうやって、どこどこどこだっけ、どこだっけ、こんな感じかな、ね、こうやって居座っていたわけでございますよえ。しかもね、これ、これはドイツなんだけどね、そのパナマの居座り方は普通じゃなくて、3週間ずっと高速道路を止めてしまっていたと。え結果的にですね、地元の町にですね、医薬品や食料品が送られてこない。そしてなんか地元の ね、小学校とかね、学校がですね、一週間以上閉鎖をするというですね、とんでもない事態になっていました。でそ、それの事態を見てですね、地元のこのおじいちゃんが切れました。このおじいちゃんね、弁護士なんですよ。弁護士なんですよ。そしてね、動画、あの、ま、もう本当にね、もう、なんだろうな、その銃を撃ってしまうですね、とんでもない衝撃のですね、動画見たい方はですね、概要欄に貼ってありますから、まあ、見てみ、見てみ、もうね、もう冷静にやるせない形で撃ってます。二名死んでます。 二名死んじゃってます。で、その後もですね、その後もですね、興奮するでもなく淡々と道路上の道路や木を片付けてるんですよ。 俺さ、環境活動家のことは嫌いなんだよ。俺環境活動家大嫌いよ。環境を守れって言いながらですね、あの太陽光パネルを広めてですね、山のね、日本のね、山をですね、削りまぐってる環境家なんでですね、この世から滅んでしまえと俺も思ってるよ。思ってるけど、撃っちゃダメ、撃っちゃダメなんだけど、おじいちゃんの気持ちめっちゃわかる。めっちゃわかるけど、やっちゃいけないことをやっちゃった。一般市民が。ほんでね、これね、もう一回、もう一度別の視点から言って、環境活動家の視点、環境活動家の視点から言うと、環境活動家って皆さん、毎年何百人も殺されてるって知ってました 知ってましたあのね、昔はですね、これね、利権団体であるマフィアなんかがですね、環境活動家をですね、あの、殺害していたんですよ。ね。この方がどんどん同化をしてきていたんだけれども、でも、環境活動家の方にもですね、なんか利権が生じてしまったんでしょうか。一気に人数が増えて、えー、活動もですね、悪質化、悪質化していきましたよね。ものすごく悪質化してるでしょ。ね。え、結果ですね、市民 VS、市民 VS 環境活動家という状況になってきてるんですよ。そして今回は、ここの正しい、もうやっちゃいけないことはよくわかってるはずの弁護士のおじいちゃんが撃ってしまうという事件になってるんですよ。もうね、 申し訳ないんだけれども、もうね、どっか国連なり何なりの公的な機関がですね、これ組織だって間に入らないと、大変なことになるよ、これ。大変なことになるよ。もうそれをちょっとお伝えしてくるてですね、動画を撮ることにしました。どうも、やめ闇の熊津でございます。はい、ということで,ですね、今日ですね、あの、起こってしまってこの事件ですね、詳細がですね、あの、唯一ですね、 これかなこれはよう報道してくれたよねこれ、これどこの報道だこれ。うん、なんだろうなれ、うんうん、ライブドア、うん、この報道をですね、簡単にですね、説明していきたいんだけれども、あのね、パナマのですね、えー、ある地区でですね、あの、銅の採掘、銅の採掘をめぐって大規模なデモ活動が行われていたんですよね。で、銅を掘るっていうのがですね、あの、山を掘り返してしまうわけですから、これはある意味間違いなく環境破壊につながってしまいますよね。おそらくね。で、これを許さんという形で、環境活動の方々がですね、大規模なデモをですね、やってやってやりまくってるんですよ。これね、あの、さっきの写真にもね、あるような感じで、 でですね、あの、高速道路、こ、あ、高速道路にですね、どこ行ったどこ行った高速道路にですね、バリケードを作ってですね、完全に、しかも3週間も、これ、これはドイツだよ。3週間もですね、これね、あの、道路を封鎖するというですね、もう無茶苦茶な活動をやってしまったんですよ。で、その結果ですね、こう、地元ではですね、食料品が送られてこない。ね、医薬品も送られてこない。え、そして小学校がですね、もう閉鎖をされてしまうという、とんでもない事態になっちゃったよね。で、これで我慢ができなくなったのは地元の住民なわけですよ。で、その地元の住民のお、おそらくは一人と思われるね、このおじいちゃん、 ねえ、もうケンタッキーフライドチキンのあの、お人形みたいなおじいちゃんでしょで、いろいろね、このね、動画を見てるとね、このおじいちゃんはね、もうね、なんかいい人っぽかったよ。いい人っぽかったよ。警察が来てね、撃った後警察が来てですね、こ捕まえていくわけなんだけど、静かに静かに逮捕されていたよ。俺はもう悲しくてしょうがなかったよ。どっちが悪いとかどっちが、もうこんな方が立ち上がらなきゃいけない状況を環境活動家が作っちゃってるのよ。 ね、おじいちゃんがね、つかつかつかと現れてですね、で、最初は銃も何も持ってなかったんですよ。持ってなかったんだけれども、ね、環境活動の方がですね、やいのやいのって言い始めたんですよ。ね、何人も何人も集まって、やいのやいのって言い始めたんですよ。そしたらポケットからですね、小さな銃を取り出して、パーン、パーンって2発撃っちゃったんだよ。で、結果、今はちゃんとね、あの、静かに、静かに、静かに逮捕されて、今、刑務所にいるという事態になってるわけですよ。 ね、これ後でちゃんと全部読むよ、全部読むよ。あの、どのくらいの被害が出てるのか。地元の企業ではですね、毎日毎日の120億円もの損失が発生していた。付近の学校はですね、1週間以上閉鎖をされていたっていうですね、もう悲しい悲しい状況になっていて、このおじいちゃんが切れたんですよ。でさ、俺言いたいのはね、公的な機関がとっとと入ってほしいと誰も思っていて、あのね、もともとね、もともとね、この環境活動家の活動っていうのは正しいものだったはずなんですよ。だって僕たちの世代ってさ、俺たち段階の子供の世代っていうのはさ、なんか、 環境は大事だ環境を守るんだということをずっと言われて育ってきたわけじゃないですかでね、これね、10年以上も13年くらいの前の記事なんだけど、これ、これイタリアの記事なんだけどもね、この時はね、環境活動家のイタリアの市長がですね、なんと射殺祭で発見されました。これはどうもね、利権を持っていたマフィアがですね、この市長が邪魔だという形で射殺をしてしまうという状況でした。そう !10 年以上前、20年くらい前の環境活動家のですね、活動というのは結構正しいものだった。ね、あの、ちゃんとおかしな既得権益を持ってる奴らを攻撃する正しいものでした。でもね、途中からどんどんどん,どんおかしくなっていた気が するんですよ特に、ね、このグリタ・トゥーンベルさんがですね、これね、なんかね、参加をしてきたあたりから、その前くらいからかな、もうね、どん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 おかしくなっちゃってた。ね、環境活動家の主張とですね、左翼左翼マスコミの、左翼の団体。で、ね、環境活動家と、ね、左翼の団体の主張って結構合致するところがあるんだよね。だからね、おかしなですね、あの左側のやつらにですね、環境活動家、俺、綺麗に取り込まれたと思うんだよ。 取り込まれちゃったと思うんですよ。で、結果ね、その結局ね、環境活動家自体がですね、これは利権団体みたいな感じになっちゃってですね、一気に活動家ね、これ、なんかもう、ね、あ,あの、先鋭化していくような状況になったでしょ。で、原発もやめろ。で、太陽光発電再エネしかないみたいな話をしたでしょ。え、で、したらですね、なんかね、なんか、でもね、世界はですね、これね、再エネだけでせ世界が回らないっていうのは分かっちゃったでしょ。だからですね、原子力発電はですね、クリーンエネルギーだ。ね、え、原発もクリーンなんだっていうことを言い始めてですね、も、ま、う、あ、しごを外れてですね、もうどん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 訳が分からん。どん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 訳ん 分からん方向に走り始めたよねで、もうね、利権団体、VS 利権団体ではなくてですね、利権を得ちゃったですね、この環境活動家がですね、これ市民、市民団体、市民、普通の市民の方々に死ぬほど迷惑をかける、死ぬほど迷惑をかけるという状況が今起こってますよね。結果的に、その煽りを食らった形で、こういうね、きっとね、心は正しいんじゃないのかしら、このおじいちゃんは。でもこのおじいちゃんが地元でですね、困っている方々のためにですね、もう我慢ができなくなってパーンパーンって打ってしまったと。いう状況になってるんだよね。 で、これさ、本当に国際的な組織がなんか出てこないと、俺大変な事態になると思うの。ね。だって今ね、もう誰に殺されたのかまでは書いてないけれども、環境活動家の方の殺人がですね、もう毎年まする日数百人単位で起こってるのよ。 これ止めな、これこの記事まず読んでみる。ね、環境活動がどのくらい殺されてるのか。ね、これね、ちょっとね、左側の記事だから、イラッとするところはあると思うんだけど、ただ結構ね、事実が書いてあるので、これね、情報としてね、もう俺たち右側のさ、これ環境活動家のふざけるなという人間にはですね、なかなか入ってこなかったりする情報じゃない。ちょっとね、ちょっと頭にこれて入れておいてほしい。ね、環境活動は殺されてます。ね、全員が正しいとは思わないけれども、でも殺されてるんです。ね。 い環境活動家の殺人。昨年はですね、227人。これね、2020年段階の数字ですよね。が犠牲になりました。過去最多の状況ですと。えー、国際 NGO がですね、報告をしているという形で。えー、この方もですね、多分亡くなられたあ。これ、これ自宅で射殺をされたので、この方は。はい、いきますね、えー。環境やですね、土地関連の権利の保護に取り組む中で殺害をされてしまった活動家が、昨年過去最多だったとする報告書をですね、活動組織は公表しました。<laughs> えー、国連ので、えー、国際 NGO グローバルウィットネスのですね、報告書によると、えー、昨年1年間で227人の活動家がですね、えー、殺害をされたそうです。えー、2年連続で世界最,最多をですね、更新しました。だから、今年の方がもしかしたら多いかもしれないよ。 そんな状況ね。え、三分の一近くはですね、森林の伐採、鉱山の採掘、え、まさに今回の事件は鉱山の採掘だよね。え、大規模な農業関連ビジネス、農業関連では農業っていうのは結構自然破壊するんですよ、あれ。実はね。いや、そ、そういうもんなんですよね。えー、水力、発電用のダム、そしてその他のインフラなど、えー、資源利用に絡んだ殺人だとされておりますと、ね。報告書はですね、犠牲者を、え、環境の守り手だと呼んでですね、森林や水源、え、海洋の海なんかをですね、保護が必要な天然資源を守ったことで殺されたとしましょう。彼らは彼らで、もうね、 完全な正義であると信じ込んでるんですよ。 でも、今や外役になってるんだけどね。俺の感覚で言うと。でも正義だと奴らは信じ込んでんだよ。環境活動家って。だから止まんねえんだよ。えー、パリの協定、パリ協定が合意をされた2020、2015年以降ですね、えー、毎週平均で4人の活動家が殺害されているというと、えー、は、か、報告書はですね、ジャーナリストや市民のし、をですね、自由に対する制限が強まっていることを考えると、この衝撃的な人数は、現実的にはおそらくもっと多いだろうという、かもっと多い可能性が高いと、え、指摘をしていると。殺人が最も多かった、業界はですね、伐採管理 23件だったブラジル、ニカラグア、ペイリー、フィリピンで襲撃事件が確認されました。気候変動の影響をですね、真っ先に受けやすい先住民族が被害者の3分の1を占めました。コロンビアではですね、昨年65人が殺害をされ、報告をされた襲撃事件としてはですね、最適で最多でございます。だからね、あの、環境活動が全てのことが悪いんではなくてですね、長くそこに住んでいた方がふざけるなという声を上げた瞬間に殺されているという例もあるのよ。 もうね、ほの、この問題が複雑なのはね、もう完璧にね、環境活動家が悪いという状況じゃないっていうところなんだよね。で、この状況をうまく利用してるのが利権を持ってる環境活動家だったりするんだよね。で、そいつらは金持ちで裏でね、ジャブジャブやってるんだよね。もうさ、もう誰かがさばいてくんねよこれ。これ多分ね、今回の事件でまえ、あ、撃った側も撃たれた側もですね、決してそこまで悪くない人たちですよ、これ。もう、やるせないんだよ、本当に。 あどこだっけで、耐えられないほどの重荷とね、グローバルウィットネスのクリス・マデン主任は、守り手のですね、保護に本腰を入れるように各国の政府に求めました。え、またですね。 えー、企業に対してはですね、利益よりも人々と地球を優先し,し始めなければ、えー、気候破壊と殺人は続くだろうと警告をしました。えー、このデータはですね、気候の危機との、危機との戦いが一部の所には耐えられないほどの重荷を背負わせていることと、そうした人たちが持続不可能な地球温暖化への対抗で、欠かせないですね、森林や河川、そして生物圏を救うために命をかけていることを改めて知らしめるものであると、あのね、もうこういう記事にも責任あるんだよ。もう命をかけて戦っている環境活動がは素晴らしいみたいな記事でしょ、これ。 だからあいつらバカみたいに命をかけるんですよ。踊らされてる可能性あるんだよ、利権団体に。こういうの誰かが来て裁かないと、どん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 死人増えていくよ。はい。 え、グローバルウィットネスは、各国政府に対して、安全、安全で健全で持続可能な環境に関連をした人権を正式に認めるように要求をしました。さらにですね、11月に開かれる国連気候変動枠組み条約締結国会議、COP26、中全部言っちゃった。COP26 でですね、人権保護の取り組みも確立されるように求めました。COP26 でですね、アラク・シャーマン議長は BBC に気候変動の前線にいる人たちとの会合を優先して、全員の声を聞くと述べました。ね、 そうされてしまったとね、えー、まあ、悲しい話だけどね、えー、南アフリカのですね、えー、フ,ィフィキレさん、フィリケ・フィキレさん65歳も犠牲者の一人と、えー、ク、クワズール・ナタール州、えー、ソンケレ近郊にあるですね、えー、テンデレ・コールがですね、もう、何のこと言ってるかわかんなかったかえー、が運営をする、露天堀鉱山の、露天堀鉱山、露天堀ってね、確かにね、環境、もうね、本当ね、もう、山の表面を削りまくるからね、露天堀って。 環境活動が騒ぐ理由もわからんでもないんですよね。拡張をめぐって法的な争いに関わっていました。彼女は自宅の今で射殺をされました。えー、彼女の娘のですね、えー、マルンゲロさんはですね、えー、母の苦しみは続くと話をしました。えー、母のですね、殺人捜査ではですね、えー、今に至るまで誰も逮捕されていないんだ。責任が全く問われていないんだ、えー。何があろうとですね、鉱山を拡張して採掘を始めたい人がいるんだと私には思えるんだと。これ確かにね、利権があるんだ。えー、と、子会社のですね、えー、テンデレ、コールマイニングを通して、えー、ソンケレ、鉱山をですね、所有。 する企業、えー、ペトミンはですねグローバルウィットネスに対して地域の緊張関係がフィキレスの死の原因の一つになったかもしれないことを認めたというとえー、同社はまたですねいかなる暴力も脅迫も強く非,非難するとして警察への全面的な協力を申し出と述べましたそうだからこのね採掘権を持っている企業自体がね殺せと言ったわけじゃないんだよねないんですよこの企業側も巻き込まれた側だよおそらくはねだっ,てどだって鉱山って必要だからさ地球にとって人類にとってねちょっとコーヒー飲みます はい。えー、メキシコではですね、オスカル、オスカル氏が、 殺害されました。彼はですね、えー、バファカルフォルニア州の組合地域のですね、先住民たちにとって、水が利用しや,しやすくなるための活動をしていました。えー、グローバルウィットネスは、ホンジュラス、グアピノルのですね、地域住民たちも脅威にさらされている活動家たちだったとおしました、えー。同地域ではですね、中央政府が保護区でのですね、酸化鉄の採,採掘権を与えたことに対して、多くの住民らが攻撃運動を広繰り広げていると、えー、活動からは大事な水源となっているグアピノル川が危機的な状況に置かれているとしていると、えー、グローバルウィット 多くの地域のです、ね、多くの人たちが収監されたままになっているんだとしましたら、ね、これはね活動家側のですねどっちかというと左側の記事なんですよ。ねなんかちょっと納得いかない部分もあるでしょでも納得がいく部分もあるでしょ。環境活動家の全てが悪いいわけではないんだ,よ、ね、だから利権団体があってそいつらに踊らされてる環境家もいるんですよ。 で、現場で衝突をしているのは、決してどちらも悪いよねと言えないような方々なんですよ。いや、もう3週間も道路封鎖をしたのはもう絶対ダメだよ。絶対ダメなことだけどね。でも自分たちは正義だと思い込ませる馬鹿がいるんだよ、どっかに。で、そ、もう、このおじいちゃんだって、ね、そういうやつは犠牲者だよ、俺から見たら。で、今回のその記事をですね、これうまくまとめてくれてるので、これね、ちょっと読んでいこうか、今回のね、今回のもう大事件の記事で。いきますよ。 え、どこだっけえっ、ー、とね、環境保護運動で、えー、道路を封鎖、激動した運転手が参加者を射殺すパナマ。でも、どこ、俺弁護士だったと聞いてるんだけど、ちょっと後で他の方の,の、あの、ツイートも読んでみようか。いきますね。この生物多様地区での道の採掘権をめぐって、デモ活動が繰り広げれていられたパナマ。ね。えー、そして、環境保護運動のですね、参加者の道路を封鎖に激動した運転手が発砲するという事件がありました。参加者2名が銃撃をされて死亡してしまいまして、えー、運転手は駆けつけた警察に、ね、静かに静かに現行犯逮捕されました。いきますね。道路封鎖に起こ 環境保護運動の参加者が、えー、渋滞にに起こったドライバーに射殺ね。あい、行きますよ。南米のパナマではですね、えー、この動物、あ多様地域,地域での銅の採掘権ね、銅の採掘権をめぐって、えー、大規模なデモ活動が繰り広げられていたんですとね、えー、一部の環境保護運動の参加者が、道路上にバリケードを形成して、抗議活動を行っていたところですね、この道路封鎖に激動した運転手によって、2名の参加者が射殺をされるという事件が、えー、11月の7日に発生をしてしまいました。 ね。ただね、この道路封鎖っていうのは地元に対してものすごい被害があったんです。 もう自分たちが正義だと思ってるからもう止めらんないんですよ、彼らは。ね、11月の7日にパナマシティ西部のチャメ地区の、えー、高速道路で発生したこの事件は弁護士兼大学教授のですね、ケネス・ターリントン容疑者によって起こされたものですね。単なる運転手と最初は報道されていましたが、この方めちゃめちゃね、なんか弁護士兼大学教授ですよ。物事の悪い悪いを分かってらっしゃる方がですね、それでも、それでも活動すればいかなかったっていう状況が環境活動家によって地元に引き起こされてしまっていたと。いうところにはですね、 ちょっと心を止め置きたいよね。はい。えっ、ー、とですね。えー、ダーリントン、ダーリントン容疑者は道路を封鎖するですね、デモ隊に対して当初は説得を行っていたんだと。いや、確かにそうなのよ。静かに静かに話をしていたよ。で、デモ隊との口論に発展してしまった。これこれ、本当の概要欄の動画を見てくれ。最初から激光してですね、銃を持って暴れたわけじゃないんですよ。違うんだよ。本当に最初は静かに話をしていたよ。で、撃ってしまった後も静かに捕まっていたよ。もうこんな悲しい動画はないと思ったよ、俺は。 行くよあ、うん。が、最初は説得を行っていたんだけれども、デモ隊との口論にですね、発展してしまったダーリントン容疑者は、自身のポケットからですね、拳銃を取り出して、デモの縮小を要求したんです。しかしデモ隊はですね、ダーリントン容疑者のね、この要求を聞き入れませんでした。むしろですね、どうせてめえなんか打てねえだろうと言わんがばかりに詰め寄っていたよ。ね。うん。 そして、そしてですね、デモ参加者の一人がですね、ダーリントン容疑者に近づくとですね、ダーリントン容疑者はわずか数メートルの位置からですね、その参加者に対して発砲してしまいました。ね。はい、現場や、現場にですね、恐怖や動揺が走る中、ダーリントン容疑者はデモ隊が立てていた石やタイヤのバリケードを、ね、解体しました。そう。静かに、ここにしあの車が通れないようにね、これタイヤとかね、こういう木とかをですね、放置していたんですよ。これをね、静かに静かにね、片付け始めたよ。うん その最中別の参加者が、ダーリントン容疑者に対して立ち向かったんですよ。無駄にね。無駄に立ち向かって、えー、再びですね、ダーリントン容疑者は、その人物に向けて発砲しました。撃たれた参加者はですね、胸を押さえて、道路脇に倒れ込みました。あのね、そのね、 これ、これ撃った瞬間ね。これ撃った瞬間ね。で、撃たれた方がですね、これ、ね、倒れてる動画どっかあったっけもう見たくねえかもう見ないでおっかちょっと、見たい方はね、ほんとね、概要欄貼っとくから、まあ見てみ。まあ、悲しい動画だよ。本当に悲しい動画だよ。だってこれ多分本当にね、もう撃たれた側もですね、利権団体に多分煽られてるだけのね、心は正義のつもりのね、おバカ環境がだからね。そして撃った側の撃った、撃った側の撃った理由もわかるもん。撃っちゃダメだけどさ、絶対に何があっても。 もうたまんねえよね、ほんとね、これね。 え、どこだっけえー、そして、ね、え、撃たれた側は倒オわけに倒れ込んだので、この方も亡くなったんですよ。その後ですね、現場に駆けつけた警察によって、ダーリントン容疑者は、現行犯逮捕されてしまいました。えー、またですね、ダーリントン容疑者によって、銃撃をされた2名のですね、デモ参加者は、その日のうちに死亡が確認をされました。え、生物多様に富んだジャングルが存在するこの茶目地区ではですね、カナダに本拠を置く鉱山会社がですね、この地域最大の鉱山、えー、鉱山うううう、鉄鉱山か、鉄鉱山を20年以上採掘することを認めるというですね、大規模な契約を地元の当局と 結ぼうとしていました。これに反対してるんだよね。一部の環境活動保護環境保護活動家はこの契約に対して後期活動を展開していて、ダリントン容疑者によるですね。銃撃事件発,発生までの3週間にわたって高速道路の封鎖を行ってきました。まさにね、このね、ドイツの写真であるけれども、こんな状況だったんですよ。で、街に対し街にね。必要な物資が何一つ届かないと、もう小学,学校の運営すらできないという状況を環境活動家が引き起こしていたんですよ。それはね。排除されて然るべきなんだよ。 でも、売っちゃったんだよねー。ちょっとコーヒー飲んでいい売っちゃダメだよねー。でも、こんな活動もやっちゃダメだよねー。煽った奴らがいるんだよね。どっかに。はい。 でね、えー、3週間にわたってですね、高速道路の封鎖を行ってきました。えー、地元メディア、海外メディアのですね、えー、ニューヨークポストによるとですね、えー、この道路封鎖によって、えー、食料や燃料、そして医薬品の輸送にですね、影響が出ているだけではなく、企業は毎日ですね、約120億円ものですね、損失が発生して、えー、付近の学校は1週間以上閉鎖をされるという、もうとんでもない事態が起こし、が起こってました。えー、パナマのですね、このコルティソ大統領はですね、死亡してしまった2名の参加者の遺族に対して、哀悼の意を表明しています。 ますと、いやまそのななんか事件が起こってからね相手の意を表してもね駄目だと思うんだよ。 はい、ということでですね、これね、これね、俺ね、俺さ、環境活動家嫌いよ。俺がどんだけでグレタ・トゥーンベリさんの悪口を言ってきたのか知ってる方はね、分かっていただけるんですよ環境活動家は嫌いなんだけれども、でもね、撃っちゃダメなの。でも撃っちゃダメなんだけど、このおじいちゃんの気持ちはほんと分かるわ。分かるよね。排除してしまいたいよね。でも嫌なのがね、この現場でですね、こうやってトラブルが起こってしまうね、これ市民の側では、のトラブルが起こってしまう、この感情はよう分かるわ。でね、これ環境活動家の方々もね、これね、どこから誰かに煽られているんだよ。 利権団体が入ってきて、金だけ渡して、誰かが煽ってるんだよ。俺にはそうとしか思えないんだよ。だからこれはね、もうほんとね、国連でもどこでもいいよ。公的機関がちゃんとね、でもな、これ世界に拡散されているから、公的機関何とかしようって思ったは無理なんだよね。無理かもしれないけどさ、どこかがさ、事件が起こってからこうやって来るんじゃなくてさ、おはこれ誰かが何かどうにかしないと、有識者がなのか、イ名インフルエンサーなのかわかんねえ。マスコミなのかどうかもわかんねえ。警察なのかもわかんないけど、 誰かが事前に何かをしないと、もうどん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 これ拡大していくよ。殺されてるね、環境活動家の数は、毎年毎年めちゃめちゃ増えてきてます。環境活動家のバカな活動はね、これ排除されて叱るべきだと思います。でもさ、なんとかなんねえか、これ。なんとかなんない、ほんと。ちょっと。環境活動家にもですね、これ一理のですね、これ言い分はあるからね、これね。 ああ、まあね、国食中古さんがね、なんかいいこと書いてくれてたわね、はい。えそもそも道路を封鎖するとですね、人が死ぬこともあり得るんですよ。そう、ドイツではですね、もう車がね、環境活動家をね、あの、引き殺そうとしていたっていうのもありますし、そもそも道路っていう交通網がね、あの、封鎖をされてしまうと、本当ね、医薬品が届かない、食料が届かない、等々でですね、あの、なん の関係もない住民が死んだりするからね。はい。えー、救急車が通れず休館を運めなくなったり、えー、輸血用の血液を届けられなくなったりするんですよね。えー、活動家は自分たちの正義に麻痺をして、やっていることの深刻さに、深刻さにですね、無自覚すぎたんでしょう。で、ただね、射殺して当然とは書いてませんよ。そう。まさにこの通りだよね。どこね、ただね、煽ってる奴らがいるんだよ。俺はそいつらが許すねえよということでですね、もう誰かなんとかしてくれよということでですね、えー、この環境活動家の話っていうのはこれを契機にですね、 多分話の展開が少し変わっていくような気がしているので、またシンボリックな記事があったら皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけでくまさの動画を終わりたいと思います。バイバイ。